お疲れっす。じゃあやろうか。独立するときに必要な単価の作り方、独立を考えてる人でこれから単価受け負いでやるんだったら単価決めなあかんでしょ。単価ってじゃあどうしたらいいのって思うと思うんですけど、まあ俺もそれすげえ悩んだな。だけど、まあ、まず単価の作り方で、まあ、大きく2つに分かれるのは、一般の人からやる元請けだよね、自分が元請けでやる場合と、塗装屋さんとか、まあ、2次下請けでも3次下請けでも4次下請けでもいいんだけど、あの下請けでやるの、でまず、まあ、元請けからいこうか。俺は元請けでやってきたことの方が多いから元請けからいこうと思うと、まず元請けで粗利設定ってあるんですけど、粗利設定って何って言ったら1割2割3割ってあって、まあうちのね粗利設定じゃいくらかっていうと、まあお客さんとかも聞かれるよ。まあ別に言ってもいいんですけど、でもなんかね、なんか勘違いする人、じゃあ儲かってんでしょうとか勘違いする人もいるから、まあ厳しいっていうのは大変。営業マンも本当にね、毎日お夜遅くまで頑張ってくれて利益出してるっていうかね、そんでも赤字出した年もあるからね。だから大変だから、まあ一概に言えないけど、まあ言わないわね、粗利設定は。あのうちのね、ただまあリフォーム業界全体でまあ言うと3割って言われてるでしょ大体、だからそれはうちはいくらかしないよ、 1% かもしれないし 90% かもしれないし。だけどそのまずこれ職人さんたちが見てる中で、じゃあ粗利ってリフォーム業界3割って言ってさ、だってあの下請けやってると俺も思ったんだけど、元請けこいつ儲けすぎだろうとかさ、3割も抜きやがってとか、俺らいくらでやってんのに、俺らいくらでやってんのにこいつお客さんにはこんだけで出してるとか言うでしょみんな。でも俺本当あれ言わない方がいいと思う。あれやるとさ、自分からそのなんかエネルギーがそがれていく、なんか人のせいにして。だけど俺今ならもう下請けやるもんね、今自分がもう一回会社やるから。元請けなんか本当粗利3割設定してても絶対儲かんないと思う。儲かんないって言ったら失礼だけど、めちゃくちゃ大変。いや規模がね、あのうちさ、ミネミセコと七色で、で塗り替え道場と、まあ本当10億超えていってますけど、そんなにも厳しいもん。だけど下請けやってたらさ、職人だけ育てやいいじゃん。俺職人だけの方が全然いいと思う。今その一応南瀬港っていうのがあって、七色から仕事をもらう形にしてるんですよ。で南瀬港がきちっとその中でまた利益出しましょうってやるんだけど、南瀬港の方が強いって言ったら失礼だけど、営業はそのあらり取ってても、やっぱあらり取っててもその現場がね食い込んだらそれ経費かかるよ。食い込んで職人さん見ろってやらないじゃん。手直しだなんだっていうのはあの営業側が見ることでしょ。言ってること分かるかな。契約して、例えば100万で契約して、例えば70万でやれると思っとったけど、現場になんか、ああこれやらなか、ああこれ足場かけたらこうだったとか、ああだった、ここ直さなかん、やればめくれとるわ直したなかんとかやるのは、じゃ職人さんにタダでやれっていうわけじゃいかんでしょ。でこんだけ追加払うからっていうのがあるから、賞味のあらりっていうのもまた違うところにあるんですけど、設定っていうのは営業見積もり段階のねあらりでの話なんですけど、あのでも本当になんちゅうかな、あの下請けやってた時俺本当に気づかなかったけど、元請けだと本当に金かかる。別に俺の給料がいいからとかじゃなくて、事務職置かなあかんし、事務職の給料だけで見たら簡単だよね。事務職って営業も入れてね、だけど採用コストもあるでしょ。で人なんか辞めるからさ、辞めてく人のコストでしょ。辞めてった人ってさ3年5年おったらもう1000万超えとるからね。でやっとこいつ使い物になるようになったな、見積もりできるようになったなって言って、やめててよそ行って給料高いとこ行かれて腹立つでしょじゃそんなんだよ本当に。だからそのね、例えばうちでも例えば10人営業マンがおったとして、2人はまだ新人、3人新人じゃん絶対。そんなもんその投資だもんね。だからそういう費用考えて、じゃあそれ全員できるやつだったらいいじゃんって、それはもう無理だよね。企業として絶対に職人でも雇ったら、だって最初からできるやついないでしょ。最初からできて朝晩ちゃんと遅刻シーズンに来て挨拶バチッとできて、そんな人探している？いないでしょ。俺もいないもん。そんなやつ求めてないもん。求めてないって、そんな人来てくれたらいい。 YouTube やったらまた来たんだけどね、いいやつ本当来るんだけど。だから本なかなかね、だからそういうのって、あの事務員のその事務職の経費も大きいで、ましてや事務所家賃とか、まあ、そんな知れとるよね。でも電話とかだけど、あとクレーム費だよね。もう何年も十何年やってるんだから、それの10年前に何かあった人でも、いやもう10年経っとるでシャーンともやれんじゃん。まあじゃあこんだけやりますわとか、もうタダでやりますわとか、まあこんな銀貨だけね見てくださいとか、まあいろんなパターンがあると思うんですけど、あとはね
だって本当事務経費って本当にかかるよ。 20% で収まんないよ絶対。そんな収まったらそれはいいわ、俺もその 20% でやるわ、本当にそう。だって 30% でやってても赤字の会社があるんだから、10億20億30億50億やってるリフォーム屋さんで、うん、リフォーム業界でしょ俺ら、まあ、塗装とか大きく分けたらリフォーム業界ですけど、本当に赤字の会社あるよ、全然あるよ普通に、うん、あのそれも決算なんか調べば分かる。でだからそのみんなもこれからやろうと思ってんだったら、まずあの一般の人からは下請けでやる同じ値段にやってても自分の首絞めるだけ、うん、だって3年後4年後いや安くやったもんでいいって言ったじゃないですかとか言ったって、じゃそんなの知らんわじゃん、お客さんからしたら。俺らも昔そうだったんですよ。もうピン塗りでやってくれとかね、安くやってくれやいいで、ピンでやってくれやいいよ、下塗りも死んでいいよって、いいいいって、もう売り物だからさとか。で結局やって揉めるんだわ、その5年後とかに文句そういう人が言いに来るんだわ。だから、うん、もうそうなんだってやんない方がいい、あのその無理して、あのじゃあもうこんだけでやって、もう本当に自分たちカツカツじゃん、現場行ったら分かるでしょ、うん、50万で家に売ってって言ったらさ無理っしょ。で本当にもう人工出るか電化でしょ、1個ミスしたら塗料あの発注ミスしたらもう終わりでしょ、それこそもうジエンドでしょ。だからそんなことしない方がいいよね。事務員の経費とか出てないよね。で広告宣伝費もあるし、でいいよ友達から紹介してもらったから、まあ、それがねあれになった、で近隣に挨拶も職人がやればコストって下げれるけど、そんでもやっぱり広告宣伝費って 5-6% とか見ていかなあかんじゃない、 5% は見ていかなあかんじゃないかな、やっぱ。だから、うん、経費はかかる。でまあ、してやね、それを継続的に会社を成長させておこうと思ったらあのかかるし、今はいいよね、親方が最初は見積もりするときはそれ給料入ってなくてもいいじゃん。だけどだって親方がさ、まあ、給料ぐらいでもいいんだよ、親方が2万でも2万5千でもいいんだけど、あの現場におったらさ、その仕事の進み云々じゃなくてやっぱピリッとするじゃん現場なんて。で職人への育成にもすっげえなるじゃん、やっぱ親方クラスが現場にいるってね。それを捨ててだよ、まあ、そのナンバー2が育つために抜けるっていう意味も含めてね、あのいいと思うんですけど、あの、まあ、プラスメリットもいっぱいあるよもちろん、だけど、まあ、マイナスメリットもあるじゃん。でそれを抜けるわけでしょ見積もり。でもまあ最初なんか本当俺もそうだったけど、原価に入れないじゃん営業の経費なんかね。でうちでもそうだけど、多分人件費って表面的にはまあ 10% 切ってるんかもしれんけど、そういう辞めた人が何だって入れてくともっとかかってんじゃないかな。で育成する、でなかなかじゃあポン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 営業マンも育つ職種じゃないもんね。何年かかるの、本当に1人1人前育てようと思ったら3年ぐらいかかるんじゃない、塗装の営業マン1人育てようと思ったら。そんなんだよ、で何人も辞めてくんだよ。いやあのこれ見てる人であの仲間内でねやろうって言って人間関係ができてるやつらと一緒にまずやる、1人目は早いかもしれない。だけどそうだね、またこれ本当に別の時にやるんですけど、営業マンを雇い方ってあるんですけど、まあこれちらっと言うと、いきなり営業マンどっかからね連れてきても絶対うまくいかないから、絶対自分たちやった方がいい、絶対うまくいかない。1人目は自分たちのその仲間内か自分社長か、その仲間内もう信用できるやつ、あの信用できるできんじゃなくてやっぱ思いが伝わる人、あの理念が伝わってないやつ、外から営業マン連れてきても絶対うまくいかない。まあ、これは本当に言っていただければ、俺は塗装の営業で見て思うし、周りの人もそうそう、あの施工会社結構あるじゃん、もう10人も20人も職人とか下請け抱えて、もう僕の友達でもそうだね、あのベンツ あのいたずら動画で出てる解体屋の社長も下請けまで入れるともう本当に常時100人ぐらい職人さん動いとるけど、うん、営業マンはやっぱ1人2人しかいないけど、うん、そういうところってあるでしょ下請けだと、まあそこはまだおるけど、おらんとこあるじゃん、もう本当に職人40、50人動いとっても営業いないとこあるでしょ結構。でそういうところがいきなりポーンと連れてきても絶対うまくいかないと思うな俺は、うん、いやよっぽどできるやつ、もうできるやつなんかいないもん、一も本当に思いますそれは、うん、だからまあまずはその自分たちのその中の思いが伝わった人たち、うん、理念みたいなのが伝わった人たちの中から育てていくのがいいんじゃないかなと思います。うん、それと今ね、まあ、元請けの話で、じゃあ下請けの話をする前にその原価、じゃあ今3割とか言ったけど、じゃあどうやって原価作るのっていう話だと、原価ってどうって言ったら、まず材料費でしょ、で足場でしょ、シーリングでしょ、で
手間か、塗装手間だって、シーリング塗料の材料だよね、まず。で足場で塗装手間、シーリング手間、まあこれは一般の家だよね。まあその特殊なことを別としてね、大工とか入れるとか別として、でそうなると、まあ、足場はいいよね、まあ、みんな多分外注に振ると思うんで、まあその外注の値段だよね。で塗装で待って、じゃあ自分たちでやってるところでどうやって見合いの、いくらで見合いのってよく言うけど、1516で見る人とかいるじゃん、給料が15なのに。それはいかんよ、原価は。俺はもう最低2万じゃないと思うに。俺たまに言われるんだわ、なんか1人区人間行くときにさ、お客さんにじゃあもう今俺はもう 2万5千か3万ぐらいくださいって言うんだけど、3万ぐらい、まあ、3万ちょっと、うん、まあでも3万ぐらい掘ったほしいよね。で何って言ったら、2万高いわって俺それ言われたことあるの。もうお前んち塗ったらんと思ったもん、本当にうっせえと思って。職人2万って言ってさ、じゃあ20日出ても40万だよ、社会保障も何にもないじゃん、そんなアホかだよね、うん、だって2万円もらっとっても社会保障なくて2万もらって40万でしょ。だから社会保険入っとってさ、じゃあ1人前の人がだよ、その辺の社会人30万給料もらってる人ってどれぐらいか知ってる？社会保険入ってたら40万超えてるよ、その人にかかる月のコストって全然超えてるよ。50万ぐらいかかるよ、俺社長だから本当に分かる。45から50はかかる、社会保障料、まあ、消費税のとことかも全部あるでしょ。だから30万給料をね、まあ、額面で上げようと思ったら、でそれにボーナスも持ってくるでしょ、会社員って、うん、ほんで有給休暇で休みがあるでしょ。有給休暇やで、これ見てる人知らないでしょ、有給休暇とか。俺初めてやっけ、社長やっても知らなかったもん本当に。俺事務職さんがさ、これからはもう会社も大きくなってきたんで、有給やりましょうって、社会保障やりましょう、有給保障やりましょう、有給やりましょうって、はぁって、仕事休んで金もらえるんかーってびっくりしたもんね、本当に。社長だったからね、その時マジで思ったからね、そんなあんのって。だけどまあ俺はやってよかったと思ってる。何言ったら、職人の世界って風邪ひいて休めるけど、事務職さんたち有給がなかったらもう40度の熱も出てくる人たち、営業マンとかね、だから真面目な人たちとまた違う世界でしょ。だから有給は俺はまあ結論あっていいと思うんですけど、なんちゅうかな、会社員なんか20日でしょ、21日ぐらいで有給が絡んでくるで、まあ20日みたいなもんじゃない、正直 20.5 とかじゃない、会社員なんでね、有給、うん、そうなると30万でも40万以上かかってるから、だって職人さん1日に2万円でも月給30万円みたいなもんなんだよ、会社員の。俺ほんとそんなレベルだと思うよ、下手したら究極はね。だから、うん、なんちゅうかな、だってみんなそのお客様もそうだけど、2万円払うっていうのが高いって思うけど、高くないよね。でそのガソリン高速あるでしょ、で会社で2万5000円で生かしても会社なんか儲け下手したらないもんね。そうでしょ、もちろん給料そんだけ、これお客様を見てるとあれだけど、いや手配宿でも2万払ってないよ、ぶっちゃけ。うちはボーナスとかも含め、うちはボーナスとかあるし、有給があるからね、みんなどうか分かんないけど、うん、だから1日いくらだけどね、職人だから。だけどその1516でも2万円もらうと合わないから、だってまあちょっと話どんどんちょっと熱くなっちゃって悪口みたいになっちゃったけど、まあ、原価の組み方って言ったら、最低これ20人で終わるなと思ったら40万、それはもう最低みんなが、それがもう親方になる宿命、その2次下請けだろう、3次下請けだろう、4次下請けだろうが、それ以下だったら、まあまあ勉強のためうんぬんだったら俺はもういくらでも安くやりゃいいと思う。だから会社を運営していく、だからそういうお客さんにどんどん出会って成長していけばいいと思うけど、2万円でも安いって、本当に3万円2万5千から3万ぐらいな、まあ、ならないとやれない。本当に自分が社長になって人を10人20人雇っていこうと思ったら、2万5千ぐらいには割ってならんと俺やれないと思うよ。社会保険も全部入ってあげようと思ったらで、ね、1人前の給料やって、ね、職人さんについてって、ね、10人おったらやっぱ1人2人は、ね、手取りでもそれなりの子がおらんと回らんでしょ。職長みたいなのが3人ぐらい回らんでしょ。その子たちにいいよ別に月給30万でやってとか言いやいいけど、まあそんなついてきてるやつに恥ずかしいでしょ。30万ってその額面でだよ、手取り25万しかありませんって言ったらもう歯でしょ、まあせっかくね、持ってる職人って大変な仕事だし、これからもっと評価されていい仕事だと思うんですよ本当に。なんか今まではね 3K とか言われて厳しい世界で、だけど
なんちゅうかな、あの玄関の中に、あ、まあこれちょっと今度やめようか、ベトナム人の話をちょっとしようと思う。うちはもうベトナム人も上手に使えって言ってるから、ベトナム人雇ってるから、うん、ベトナム人がそういう意味で卑下してるわけじゃない、あいつらは3年間勉強しに来とんだもんで、給料も安い、そんでいいんだわ、そんでもあいつら金貯めて帰ってくるんだから。だけどそれを嫌だとか日本語喋れんやつ嫌だって言うんだったら、お前らの給料なんか上がんねえよって。できないやつを使えん、だってできるやつ3人で現場行ったら誰でもできるじゃん。でそんなんだったらお前給料2万円なんか払えんだろうってよく言うんですけど、まあ会社員とまたお一人親方違うかもしれんけどね、話が、まあ、まあ話ずれたらかな、まあ、だって原価はしっかり見ましょうっていうところかな、まあうん、まあもちろん勉強のサイクルの時にあればいいよ。で下請けの場合、最後にね、下請けの場合は、まあ、さっき今言ったみたいにもういくらでもいいや、本当飯も食えやいいやん、本当にそう思う。まあそれあのうちの下請けに言っとんじゃないよ、うちの下請けちゃんと俺払ってるつもりだし、こいつまだ下げろってことは俺は下げたくないっていう思いで、みんなで力を合わせようで、職人さんもじゃあできることやってって言って、今職人さんがちゃんとお客さんと喋ってもらうとかいろんなことやってもらってますけど、だって原価は下げんようには努力してるけどね、よそでももっと安いところもあるし、でいい職人さん揃わんしね、やっぱもっと高いって言われてるところもあるみたいだけど、まあそれは俺分かんないけど、だけど下請けやるなら俺はもういくらでもいいよ、その聞いてる人のその自分がいいんならいい、別に。で例えば仲間内と連れ内と2人3人で始めます、まだあの18です、20歳、俺もう18でも独立しないと思う、本当に別に20歳で独立できるよ、こんなした方がいい、やるなら、うん、いい親分の下にいなかったらもうやめた方がいいし、もう早く独立した方が本当にいいよ、うん、俺は遅かったけど、まあ遅かったって言ってもまあまあいろんなことやったりした経験があるからあれだけど、だからなんちゅうかな、早めにやった方がいいっていうのと、うん、まあそのいくらでもいいっていうのはその勉強で、うち俺でもそうだよね、まあ18区の棒が来てまだやっとペンキ塗って1年2年でお前何でもお前なんかね収まらんやつをもう収まらんだろうって、まあその一般のやつだったらできるけどって難しいやつを収めねえやろって、うん、まあそのお前1人前の金額言うなやってよく言うけど、まあ、そう勉強、お互いに勉強で、うちもね、ああそうかちょっとはね他社よりも人気安くやってくれるんかとかだったら、まあうちで勉強しやいいやんって、で若い人坊主でもいいよって、できん子でも連れてこやいいよって、うん、でその代わりお前が世話するんだぞって、俺が世話するんじゃないでなって、よく勘違いするのは3人4人で来とって、もうだんだんもうベタベタになっちゃってさ、俺の若い人じゃねえかっていうぐらいさ世話した時ある。まあまあ今はないよ、今はちょっと会社大きいよ、そんなこと許さんからさ、うん、まあ昔はようあった、まあその飛び職の下請けも結構30人40人動いてたかな、忙しい時は、うん、そうするとね、もう3人4人でもう棒ばっかり来るんだわ、もう本当に安くていいやって言ってね、俺はもう結構払ってた方だけど、安くてもいいもんで来やいいけど、でもう全く年老みたいな、朝もこう遅刻もするような連れてきてもええよって、だけどお前が怒るんだぞっていうのはよう言っとった、でお前が現場で頭下げるならええよって、それをさこっちが全部ケツ拭いたってさ、そいつまで怒ったってさ、でもまあアホかって、うん、まあ俺も人が好きだもんね、やってんのも好きなんですけど、まあそれがあるで今ねみんなに恩返ししてもらって、いろんな助けてもらってることの方が今本当多いですけど、だけどそういう思いは大事にしてほしいなっていうのはちょっとありますね、うん、だから下請けもしやろうと思うんだ、でだんだんいいとこ、自分たちが成長したらいいとこ来る、でいいとこ来て、それはもう友達付き合いと同じだから、安くてもすっごいお世話になったとこやったらいいじゃん。だけど安くて鬱陶しくて都合よく使われて、あるじゃん都合いいっていうのは、例えばさ、一番鬱陶しい人ってさ、まあ、3人1ヶ月、まあ、1週間2週間入っといてくれって言ってさ、ちょっと暇だよ、明日2人にしてくれとか1人にしてくれとか、明日で人数毎日変更してくれやつって鬱陶しくない、おーもう明日なんか仕事ねえぞって、だけど世話してくれるとこってちゃんとやってくれるじゃん、まあええぞって3人ずっと入っとけって、まあ明日ちょっと暇だけど、まあええぞええぞ3人だったら3人ずっと入っとけ今月はとか、まあ、お客さんにとってはそれ腹立つんかもしれんけど、だけど、まあ、そんなもうそういう人ってもうそういうふうでしょ、もうずっと都会一回使って、だって俺もすぐ付き合いやめちゃうもんね、やめてた、でもっといいお客さん、それは大事にするやん、友達でもそうじゃない、都合よく迎えに来てとか、何してご飯をおって、でそんなやつと付き合わんでしょ、付き合っとったら関心だけど、友達がいなくて喋り合っていなかったらさ、そやつでも友達なんしかないじゃん、まあまあそれは変な意味じゃなくてね、まあいろんな人が聞いてるもんで、なんかちょっと難しい話、そんでいいんだよ別に、俺はいいと思う、うん、だからそれはそのね、自分がよけばいいんだよ本当に、誰がお前なんだんなやつと付き合ってんだって言っても自分がよけばいい、
だから俺もそう自分が良ければいいと思っていろんな人と付き合ってるし、でそれでやっぱ人の言うこと聞いてたらよかったなっていうのはいっぱいあるけど、だから下請けっていうのはまず値段なんかない、もうただでもいい、明日が俺そうやって言ったことある、ただでもいいで使ってくださいって、大きいところでね、どうしてもあそこに入りたい、ね、あそこで、ね、従業員やっぱ連れていくと育つし、あそこで修行職にさせたいし、ただでもいいで使ってくださいって、あ、まあええわって言って、じゃあ人工こんだけ払ったるで来いよって言って、まあ本当下請けおるんだけどな今って、足りとんだけどなって言っていただいたこともあるよ昔ね。だから、うん、何でもいいんだわ本当に。で最初は我慢し合い、うん、俺も本当に金なんか使わんと今ここはなんでここまで成功したのは俺がすごいからじゃない、お金本当に使わんかったから、うん、一個一個お金貯めてはこれまた投資して、一個一個貯めてはまた投資して、本当に自分に金使わんかったからここまで来れたから、今でもそう思ってるしね、できるだけ贅沢はしんようにしんようにって、まあまあ少々いくも乗ったりしてるけどね、まあそんな感じです。まあ最初に元請けの値段の設定で、ね、元請けやるならまあ粗利が何割だよっていうのが、うん、それを安く最初からやるっていうのもいいけど、うん、まあ、うん、まあそれはね、じゃそれで信用作るっていうのはちょっと違うかなって思うし、別にじゃあみんな下げ合いすんなよ、俺の値段が下がるわっていうのはないよ別に。本当にもううちよく言ってるのはもう今めっちゃ下げてアホみたいなことやってアホみたいな仕事してるやつがおるけど、名古屋でもね、ほっとけーって言って、まあ、そんなのそのうち潰れていくし、お客さんもなん、あ、ちょっと待って音拾わんね、お客さんも何音じゃない、音どこまでちょっとこれガサガサ言うところで喋ったかなんて、なんていうかな、もうそういう層に分かれてる、やっぱもう本当に安いものがいい、もう何でもいいやって色だけついてりゃいいやみたいな人、まあ、それすら気づいてないっていうか、安ければどこでも頼めるっていう人はもうしょうがないんだ、俺それ救ったれへんもんね、ただちゃんと説明してこいって、いやうちはこれなりにそのクラウンを安く売ってるっていうわけじゃないけど、そのいいものを安く売ってる自信がありますよ、こうこうこうですよ、職人こんだけ入ったらこれぐらいは絶対かかりますよ、でね俺らもきちっと保証もしてますよ、やっぱりこれぐらいかかるんですよって、だけどさ、その粗利を下げて安いんだったら俺絶対そっち行った方がいいと思うんだ、お客さんも。だけど安くやってるとこって粗利設定逆に高い時あるんだ、ほんでもうくっちゃくちゃの仕事でしょ、まあ俺らは下請けの人ともつながってるからさ、全部噂入るじゃん絶対、であそこ安いんだわっつって、で工事も色だけつけときゃいいって言われてんだわみたいなね、あるよ、もう名前出したいわよ俺 YouTube で自分のチャンネルで別に言ってもいいだろうっていうぐらい名前出したいけど、まあ、それやったらなんかね戦い方がせこいなと思って、だからまあ、ね、正々堂々と戦ってるから、まあ、別にそんで取られたらいいやって、うん、だからそちらに行く人もおる、だけど、まあ、その人たちは救ったれんけど、まあ、俺らは俺らのねお客さんというかね、いいものを安く買いたい、よく勉強してちゃんとしっかり勉強して、うん、いや安いわけじゃん、だけどねその大きいところに比べは全然安いけど品質下手したらさ、職人さんなんか分かるでしょ、大きいとこ入ってるからっていい仕事じゃないでしょ別に、結構いい加減なことやってくれっていう大手もいっぱいあるじゃん、だから大企業行ってるからいいっていうわけじゃないじゃん、だからそこをしっかり調べてくる人だから、ああいいものを安く売ってるって言って来てる人が多いから、だからそういう人たちを大切にしちゃもう無理して別にね、なんか売り上げ上げるために変な人にさ使いっぱしされる必要ないから、うちの営業マンも職人もね、うん、ちゃんと調べて、あうちの商品納得しかって、で、うん、調べてあんたたちが言ったこと全然嘘やんっていうのは怒ってくれやいいじゃん、うん、あんたさって約束したじゃん営業マンって、こんだけいい仕事するって言ったじゃん、実際工事やったら何なのあんたたちって、それは怒ってもらえばいいしね、まあ怒られることも今でもやっぱちょこちょこあるわちっちゃいことはね、で俺も YouTube でお客さんとかいっぱい行くから あるしね、いいかいいか、もう話長くなっちゃった、でまあ元請けの値段設定とあと原価の作り方でね、で原価の作り方はしっかりまあ人工は見てくださいって、給料で計算1万ね5000上げてるから1万5000で見るとかじゃなくて、やっぱガソリンだなんだって出たら2万から2万5000最ね下手したら3万見ていかなあかんのかな、まあ、3万ちょっとまあまあ原価だから見過ぎなのかなとも思うけど、2万5000ぐらいはやっぱね見ていかなあかんと思うよ、まあ2万から2万5000は絶対見ていかなあかん、2万は最低で、あとは下請けのあれだね、で下請けでやるんだったらまあ 2万、まあ、出なあかんじゃないかな最低ね、で2万5000円でや、ね、1日削りはもう2万5000円になるでしょ多分現場って戸建て、
1日削るか削らんかの世界でしょ。1日伸びたらもう16とかになっちゃうでしょ多分。違うか、もうちょっと計算わからんけど、うん、まあそんな感じです。あ、また見てねー。